第45回頑張り手塚さん始めたいと思います。今日のテーマはこれだ。せーの、初めて見るスポーツの解説をしよう。全国にはいろんな手塚さんがいるようにですね、世界にはいろんなスポーツがあるわけで、手塚さんも有名な手塚さんがいる一方で、その有名じゃない手塚さんがいるようにですね、スポーツ界もこうメジャーなスポーツもあれば、こうマイナーなスポーツもあるですね。僕はこう目立っていない手塚さん、目立っていない手塚さんって何だか分かんないですけど、まあ、手塚界を盛り上げるということで、こうスポーツ界を一生懸命盛り上げようとしている方々のですね、ところにこうスポットを当てて、決してですね、あのバカにしてるわけではなくてですね、新しく見たものってこう結構衝撃を受けることってあると思うんですね。でその時のこう、うお なんだこれっていうような、こうおなんだなんだっていうような感じをですね、のその心の声を声に出したらどうなるのかと、その映像初めて見たんで、あのどんなあの解説になるかは非常に分からなくてですね、その結果はこんな形になりました。どうぞ。さあ始まりました。右手の投げた、打った打った、右手の左手の投げた、すごいものすごいスピードだ、おっとそっち変に打つように流れて、お左手も右手も振ってもどすごいぞすごいぞ、打っちゃってる、落ちない落ちな い, 落ちない、すごいすごい、おおおおお、床についてもいい、床についてもいい、おっと今日もものすごく熱い、観客席もまた色分けされてて熱い戦いとなっております。そしていた、サブサブ、いった、おお、あ、いた、いた、右に左、右に左に、おおお、どういうことだどういうことだ、おお、叩きつけちゃったりもある。いろんなスポーツあるんですね。あの全然やっぱね、ルールを知らないとああなっちゃうんだなっていうのはあるんですけど、新しいものを見るっていうのは非常にこう面白いですし、やっぱ僕らの知らないことなんてもう死ぬほどあるわけですね。でまだまだ、見たことないことを見たりとか、やったことないことをやったりとか、いろんな経験をして、いろんなことを感じれる、楽しむと、人生を楽しむという一つの大きな要素になるんじゃないかというふうに思いますので、ぜひとも全国の手塚さんもみんなで、いろいろ楽しいことをしてですね、豊かな人生を送りましょう。今日も最後までありがとうございました。ではまた次回、バイバイ。